今回は顔下半分をすっぽり包み込む立体マスクの作り方を紹介します。立体なので素材がガーゼでなくても比較的楽に装着できます。この写真のように子供用も作れます。型紙など詳細は概要欄をご覧ください。型紙をプリントしてハサミで切ります。表の布を切ります。布は右側を輪にしており、型紙を待ち針で布に留めます。ハサミで型紙通りに切ります。ハサミで輪を切ります。裏布を切るので型紙を点線で折ります。裏布も右側を輪にして折ります。折った型紙を輪に合わせて待ち針で留めます。ハサミで型紙通りに切ります。こちらも輪を切ります。表布、裏布、それぞれ中表に合わせます。それぞれ待ち針で留めます。曲線部分を縫い代1センチで縫います。私はミシンの右側の目盛りの 1.0 に布端を合わせて縫っています。縫う線が欲しい場合はチョコペンシルなどで出来上がり線を布に書いて縫ってください。表布、裏布、それぞれ同じように縫います。
縫い代を割りやすいように切り込みを入れます。縫い代を割ってアイロンをかけます。縫い代を割るとこんな感じになります。先ほど縫った縫い目の左右に1本ずつステッチをかけます。表布、裏布、それぞれステッチをかけてください。ステッチをかけるとこんな感じになります。マスクの脇部分に軽くジグザグをかけます。表布、裏布の脇それぞれジグザグをかけてください。表布と裏布を中表にして合わせて待ち針で留めます。しつけ糸でしつけます。このしつけですが、私はやりましたが、自信のある方は待ち針だけでしつけをしないで縫っても大丈夫だと思います。マスクの上部分と下部分をそれぞれ1センチの縫い代で縫い合わせます。こんな感じです。縫い代に切り込みを入れます。裏返します。裏返すとき縫い端を傷つけないように気をつけて裏返してください。
上下の端をステッチで押さえます。こんな感じです。両サイドのゴムを通す部分の表布を縫い代6から7ミリくらいで折り、さらに裏布のラインで折って端を縫います。ゴムを用意して自分の耳までの長さに合わせて切ります。私は片方分20センチくらいでカットして調整しました。ゴムを紐通しで通して長さで縛ります。ゴムの縛り目を通し穴の中に隠します。私はリバーシブルになるように作りました。でも片面使ったら次に片面を使う前に必ず洗濯をしてください。出来上がりです。私は裏面ダブルガーゼで表を少し厚めのコットン 100% の布を使って作ってみました。立体マスクですが綺麗に畳めるので持ち運びにも便利です。好きな布を使ったりワンポイント刺繍をしたり、ハンドメイドならではのあなただけのマスクを作ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではいろいろなハンドメイド品の作り方や生活を楽しくするちょっとしたアイデアを紹介していきますので、また見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価いただけると励みになりますので、よかったらお願いします。